皆さんこんにちは、車田和久です。今日の音楽談話では、その話本当なのと題しまして、情報の信頼性についての話をしたいと思います。僕もこのチャンネルでは作曲家の生涯やオペラ解説なんていった動画を作ってるんですが、そもそも僕の言ってること本当なんだろうかって疑問に思った人はいないでしょうか。僕のチャンネルに限らず、インターネット上にはとにかくいろいろな情報っていうのが溢れかえってます。皆さんはそういった情報をどのように判断しているでしょうか。今日は直接音楽と関係する話とはちょっと違くなってしまうかもしれないんですが、僕が YouTube 上で音楽についての情報を発信する上で気をつけていることでもありますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。さて、今日は最初から質問がいくつか続いたんですが、もう一つ質問があります。皆さんはインターネット上の情報っていうのを信じるタイプでしょうか、それとも疑ってかかるタイプでしょうか。僕は明らかに疑ってかかるタイプです。僕はインターネットや YouTube に限らず、世の中にあふれている情報というものは基本的に 100% 正しいっていうことはないっていうふうに考えてます。僕の家には音楽の百科事典では最も大きいっていうふうに言われているニューグローブ音楽大辞典とか、ドイツ語の辞書なんかでも大きなドゥーデンなんていうのがあるんですが、僕は基本的にこういった情報も 100% 正しいっていうことはないっていうふうに考えてます。何かを調べるときはこういったものを参考にするんですが、それでも正しくないかもしれないっていう可能性をいつも考えてます。そして実際の話なんですが、こういった辞書においても 100% 正しいということはないんです。実はこういった辞書の中にも間違いっていうのはたくさんあって、間違いが見つかると次の版ではさらりと改正されていたりするんです。このニューグローブ音楽辞典においても、新しい情報なんかが現れると、その歴史をもとにした第二の説なんていうのが補足されることも結構あるんです。なので僕は 100% 情報が正しいってことはまずないと思って情報を集めてますし、そのように思って自分でも情報っていうのを発信してます。なので僕にとっては、その情報が正しいか正しくないか、もしくは本当か本当ではないかではなくて、どれだけ信頼が置けるかってことが大事になります。 100% 正しいって断定できないからこそ、その信頼度っていうのが大事だというわけなんです。例えば大作曲家のバッハは1685年にドイツのアイゼナフで生まれました。この情報は音楽辞典から学校の教科書、それからインターネットの至るところに書いてある情報になります。でも一体この情報が正しいかどうか、それはどのようにして確かめればいいんでしょうか。数多くの資料を調べて自分で確認するのが一番確実なんですが、そんなことは学者でもない限りはできません。だからこそ僕たちにとっては、その情報の信頼性ってものは大事になってくるんです。信頼性を得るために大事なものの一つが、その情報が何を元にしているのかっていうことになります。いわゆる参考文献ってやつです。バッハが1685年にアイゼナフで生まれたっていうのは、辞書にも教科書にもインターネット上のいろんなところでも書かれているんですが、その信頼性っていうのは実はまるで違うんです。例えば最も大きな百科事典であるニューグローブ音楽辞典の信頼性はだいたい 90% ぐらいかなっていうふうに思ってます。これは高いお金を出して買ったので、そのぐらい信頼がないと困るっていうわけなんです。それから学校の教科書だと、まあ、ある程度いろんな文献を参考にして書いてると思うので、その信頼度は 80% から 85% ぐらいかなっていうふうに思います。じゃあインターネットで簡単に調べ物ができるウィキペディアはどうでしょうか。ウィキペディアは非常に便利なんですが、実際のところこの信頼度っていうのは僕は 10% ぐらいじゃないかなっていうふうに思ってます。理由は誰でも簡単に書き換えることができるからです。このようにして同じ情報でありながら、その信頼度っていうのは大きく変わってくるんです。なのでどのようなものを参考にしているのかっていうのは非常に重要なことなんです。信頼のおける文献を参考にしていれば、その信頼度っていうのは高くなりますし、さらに複数の文献っていうのを参考にしていれば信頼度はもっと高くなるんです。そういった文献と同じぐらい重要になってくるのが、一体どのような人が語っているかということになります。本だったらどんな人が書いているのか、
インターネットだったらどんな人が書いてどんな人が語っているのかっていうのが大事なんです。辞書だったら誰が監修してるかっていうのが大事になるんです。同じような話をしていてもその人がどういった勉強をしてどのようなキャリアを歩んできたのかっていうのはすごく大事なことなんです。バッハが1685年に生まれたって言っても誰が何を参考にしてその話をしたかによって信頼度っていうのは大きく変わってくるんです。このような信頼度っていうのは学問や教育の分野では特に重要になってくるんですが、現実ではこのようなものがあまり重視されないような風潮になってきています。インターネットの普及によって誰でも望む情報が手軽に手に入る、そんな時代になったんですが、それと同時に一体誰が言ってるのか、どこを元にして話をしてるのか、そんなものがわからない情報っていうのもたくさん増えてしまったんです。そして僕は正直に言ってそのような時代の流れには少なからず危機感っていうのを持ってます。実は僕は YouTube で発信する1年ぐらい前からブログでも情報っていうのを発信してるんですが、インターネット上っていうのは本当にいろんな情報があふれかえってるんです。僕の専門分野でもある声楽とか発声を扱ったブログとかサイトっていうのもたくさんあるんですが、よくよくそういうのを見てみると本当に誰が書いたかわからないようなサイトってたくさんあるんです。そういったサイトの中にはどこかの情報の大部分をコピーして貼り付けただけ、そんなものもたくさんあるんです。で、そのようなサイトに限っていろいろとたくさん記事を載せた大きなサイトになっているってことも多いんです。そうするとそういった大きなサイトが情報の信頼性に関わらず Google の検索では一番上の方に表示されることになるんです。 Google の検索っていうのは内容なんて全く関係ないんです。大事なのはキーワードとかで、大きなサイトほど上位に表示されるってことが多いんです。つまり一番最初に目につくのが不確かな情報源である可能性っていうのがかなり高くなってるんです。僕がいくら専門的に勉強したからなんて言って一生懸命インターネットの記事を書いてアップロードしたところでなかなか検索の上位には表示されないんです。とにかくインターネット上っていうのはほとんどその手がつけられないぐらい情報っていうのが溢れかえるようになってしまいました。僕は自分がブログを始める前にこのままじゃ本当にやばいんじゃないのかなっていうふうに思ったんです。専門家だからといって俺の情報は高いんだ、安売りなんかしないぞなんて思っていたんでは、いつか本当にそういった情報に埋もれてしまって手がつけられない時が来るかもしれないと思ったんです。なのでそれだったら自分のところに一番最初に来てもらえるぐらい大きなサイトを作るしかないなっていうふうに思ってブログを始めたんです。そして YouTube というのもこういったインターネットと似たようなところがあります。あまり深入りはしませんが YouTube でもここ 2,3 年で教育系って言われるジャンルが発展してきました。バラエティが中心だった YouTube も見る人がどんどん増えて、次第にそういった教育的な内容のものに興味を持つ人が増えてきたっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。ただそれと同時にやっぱりどこの誰がやってるのかがよくわからないっていった情報のチャンネルっていうのも増えてきてるんです。 YouTube がブログと大きく違うのは人が集まるところにお金が集まるってことになります。その情報が信頼できるかどうかってことよりも人が集まるかどうかってことが重視される傾向っていうのが強くなってるんです。人が集まるところにはお金が集まってビジネスが生まれるので、これはある意味当然の流れであるっていうふうに言えると思います。だけど人が集まるからといってそれが信頼に値するか、これは全く別の話なんです。どのジャンルにおいても初心者の数っていうのが一番多くて、内容が専門的になればなるほどそれを必要とする人の数っていうのは減ってくるんです。もちろん内容の質が高くて人が集まるってこともありますが、内容の質や信頼性よりも動画の編集の質を高めて見やすい動画を作った人のところの方に人ってのが集まりやすいです。また内容の質を落としてお笑いに走ったり、また大げさに話をしたりした方が人が集まりやすい傾向にあるってのも事実です。なので本当は信頼性ってのは数で測ることができるものではないんですが、世の中の風潮としては今まさにこの数が信頼性の証みたいになってる、そういった部分があるっていうふうに思ってます。どこの誰が何を元に話しているかなんていうのにはあまり注目されずに、
どれだけ人を集められるかってことばっかりが注目されるんです。そのようにして数を中心にさまざまなビジネスっていうのが展開されて、いつの間にか人を集めた人がインフルエンサーって言って発言力を持つようになっていくんです。もちろんこれは何を扱ってるかにもよりますし、ビジネス的な観点で考えたら決して悪いことではないです。だけど芸術的、教育的な考えから考えた時に、世の中の風潮ってものが信頼性よりも数を中心に回るような、そんなものになってしまうっていうのは怖いことです。大人だったら自己責任で済む話なんですが、その情報を目にしている人の中には中学生や高校生なんてたくさんいるんです。高校生や中学生はまだ大人ではないので、お前たち情報は自分で判断しろなんて言ったってこれは無理な話なんです。しかし今の世の中っていうのは間違いなくそのような流れに向かっています。そしてこの流れっていうのはかなり大きな流れになってます。僕はこうした情報が混沌とする時代だからこそ、その信頼性っていうのは本当に大事だっていうふうに考えて日々発信してます。ただ不確かな情報を発信する人たちがいるからといって、専門家がツイッターとかでそういったものを批判するのは数字違いかなっていうふうにも思ってます。中には単なる金儲けでやってる人ってもいるんですが、大体の人ってのはそれが本当に好きで、そういった情熱から発信してる、こういったパターンが多いんです。そういった人たちが増えることで、そのようなジャンルが活性化するという可能性もあるかもしれないんです。まあ、僕は基本的には誰でも発信できる世の中なんで、どんどん好きなことを発信していけばいいっていうふうに思ってます。そして専門家は専門家で、言いたいこと思うことがあるんだったら自分で発信していけばいいんです。では最後に自分のチャンネルについて少し話をしたいと思うんですが、僕は自分のチャンネルの中で正しい情報を発信しようと思ってはいません。百科事典や辞書にだって間違いがあるぐらいなんで、僕の発言にも間違いがあるってことはあると思います。だけどできるだけ信頼に値する情報を発信したいなっていうふうには思ってます。信頼のおける文献を使うっていうのももちろんなんですが、やっぱり勉強し続けてきた自分が発信していくことに意味があるっていうふうに思ってます。正直なところ僕一人がそういうふうに言ってやったところで世の中の流れや風潮を変えるってことはできないと思います。だけど流れに流されないような木を一本立てておくっていうのは、これは大事なことなんです。その木が太くて大きくなれば、きっとその木を目標として目指してやってきてくれる人の数っていうのも増えるというふうに思ってます。少しずつ共感する人が増えて、このチャンネルから何か良い方向に向かっていく流れができてくればいいなっていうふうに思ってます。まあそうなるまではコツコツと普段の動画を上げていきたいなっていうふうに思います。今日はちょっと音楽からは脇にそれましたが、そんな話でした。このチャンネルではこれからも音楽についての話をたくさんしていきますので、皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の話でお会いしましょう。チュース。